最終日の今日の2月定例県議会は、新年度当初予算案や条例の改正案などを審議し、県が提出した91議案すべてを可決・同意しました。新年度予算の額は2兆1077億円で、新型コロナ関連の経費を除くと過去最大の規模です。去年9月の大雨被害を踏まえた河川の改良工事や田んぼダムの支援など、防災関係の事業に力を入れたほか、今年1月に施行された多様性尊重条例に関係する事業も盛り込まれています。一方、今日の県議会では、職員の働き方に関する条例の改正案も可決・成立しました。今年6月からフレックスタイム制が導入されることになり、職員の週休3日も可能になります。このほか、今日の県議会では、富塚雅子教育長を再任することも決まりました。教育長の再任は、知事が教育長を選任する制度になった2015年以降、初めてです。